どうも D チャンネルです、以前の放送でですね、バターを丸々1本丸ごと使ったローストビーフっていうのを作りまして、あれがですねバターがうまい具合に牛肉に染み込んで非常にうまかったんですけども、その牛肉からにじみ出た肉汁だとか、あとはまあたっぷり余ったバターとかですね、こんな感じで再び集めてですね、冷蔵庫で保存しておいたものがこちらになります。今回ですねこちらの非常にうまみを詰まった油を使ってチャーハンを作ろうかなと。で今現在ですねうちにはいろんな野菜たちが余っておりまして、特に余ってるのはこのピーマンなんですよ。なんでピーマンをふんだんに使った、ドライカレー風チャーハンを作りたいと思います。すでにですね人参と玉ねぎはみじん切りに刻んでおります。そんでこちら生姜ですね、これも少量使いましてみじん切りに刻んでまいります。でピーマンはですね半分に切って、こちらの種を取り除いて、で種を取ったらこう一列に並べて、そこから細切りにしていくとやりやすいです。そんでそのままみじん切りに持っていきます。そんでこちら半解凍した鶏肉です、これも細切りにしていきます。で鶏肉にはですねあらかじめ下味をつけたいと思います。下味にはこちら使います。前回使用しましたビーフスパイス、まあ、ビーフって書いてあるけどチキンでもいけるでしょう。これをダーって振りかけて全体に揉み込んで下ごしらえは完了です。で今回ですねチャーハン作ってる途中に、ドライカレーを放り込んでカレー味に仕上げていくっていう感じにしたいんで、先に、ドライカレーを作っちゃいます。まず鍋にですねすで、に刻まれた生姜入っておりまして、そこにニンニクチューブで先ほど紹介したバターを加えます。でこれでまずは弱火で火にかけて生姜とニンニクそしてバターの香りを引き立たせていきます。でいい香りがしてきたら鶏肉を加えます。今回鶏肉を使いましたけども他の肉でも何でもいけるんじゃないかと思います。だってカレーだもん。そんで強火である程度色が変わるまで炒めたら人参、玉ねぎを加えます。で、玉ねぎがしんなりするまで炒めたら鶏ガラスープの素、塩コショウ、ケチャップ、ソースでちょろっとだけ醤油を加えてこれらを全体馴染むまで炒めます。そのケチャップとソースをある程度炒めてですね酸味を飛ばすことによってよりそのそれらの旨味を引き出すことができると。そんで全体にまとまってきたらピーマンを加えて、そしてドライカレーの要カレーパウダー、これをわさーっとかけていきます。であんまり炒めすぎるとピーマンの色がなくなっちゃうんで、さっと炒めて火を止めて、あとは余熱ですねピーマンに火を通していきます。というわけでこちらがピーマンたっぷりのキーマカレーになります。でここからどんどんですねケチャップとかそういう調味料がですねピーマンのこの緑をですねこう赤黒く染め上げていくんで、早く、チャーハン作りに移行したいと思います。ここからチャーハン作っていくんですけども、今回はまあ無理にこうパラパラを目指そうとせずにですね、最後の方にですねこのバターを絡めてしっとりとした感じに仕上げたいと思います。まず鍋に油を注いで強火でですね、鍋を限界まで熱くさせます。軽くかき混ぜた後にご飯を投入します。で全体にこう合わせていく。こう卵とご飯をこう別々に作ることによって卵の存在感が楽しめて、自分はこのやり方で作るんですけども、清盛さんはその鼻からご飯と卵を混ぜて作るやり方なんですよね。あ、じゃあ同時期に前に清盛さんが料理対決の時に余った食材でそのトマトチャーハンってを作ったんですよ。その動画をですねじゃあ同時に公開して違うお見せできればと思います。である程度炒まったら軽く塩コショウを振って、でそこにドライカレーを加えます。あ、一気にスパイシーな香りが漂ってくる。で最後仕上げに、お酒を振りかけて全体に風味付けをして、この牛脂バターを加えて全体に絡めたら完成です。というわけでできました、こちらたっぷりピーマンを使ったキーマカレーチャーハンになります。今思ったけどチャーハンというよりカレーピラフって言った方がいいかな。いやこの時期にチャーハン作ると汗だくになりますね。まず手ぬぐいをしてしまいました。それではカレーチャーハンどんな味か食べてみましょう。いただきます。うん、狙い通りのしっとり感。ね、決してベチャってしてるわけじゃないんですよ。全体にそのカレーだとかそのバターとかの油がコーティングされてて、こうなんていうんでしょう、非常にソフトなその口当たりの中にそのカレーの風味だとか
ピーマンとかのジャキジャキ感ですね。そういったのが全体に伝わってきてとても美味しいです。まあやっぱね、未だに暑い時期続くじゃないですか。そういう時にこういうカレーのような香辛料を書くとですね、食欲が駆り立てられますんで、夏バテに困ってる方はですね、こんな感じで一念発起してカレーチャーハン作ってみるっていうのはいかがでしょうか。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。よしさあ、京井さんが何や、はい、この中これを使って、このトマトのやつですね。そうですね、これ何かやりたいということで、超絶簡単お手軽キムチチャーハン作ってみようかなと。キムチチャーハン、いやー、やっぱり包丁がどうもです。あー、ネギはあらでもない姿に。さあ、まずはネギを炒める。もうカメラ越しだとなんか木べらが鉛筆にしか見えない。さっき作ったネギのタレに卵を片手で入れる。まあ放送見ればわかるんですけど、ちなみにこのタレの中には何が入ってるんですか。醤油と塩、胡椒、ごま油。あー、シンプル。ゆねぎ、うまい。なるほど。炊き上がったご飯をこの中に。危ない。で、ここで大事なのがパラパラにさせるための極意ですね。はい、卵かけご飯作ると大体ふわふわ、になりやすいと。うまいことほぐさないとボソボソになったりしますからね。さらにここに美味しいお胡椒で、フライパンが温まらないうちからご飯を投入。さあ、フライパンが長年の調理の末に歪んじゃってかなりガタガタ言います。さあ、そして清水選手、ゆっくりとしゃもじでかき回しました。清水さんのあれですね、焦らずゆっくりじっくりと、煽ったりはせずにしっかりと火入れをするという感じで。そうですね、基本的には動かざることはあれのごとし、山のごとし家でもチャーハン作ったりとかするんですか。やっぱり作りますね。そう、さらにここにオイセサミオイル。でもこういう状態って意外とチャーハンってどれぐらいでコーヒーから下ろしていいかって分かりづらいですよね。まあそれはありますね。そこはもう職人の勘というところでしょうか。経験の勘。そしてここで火を止めた。はい、完成でございます。おー、出た。これは清水さん特製のトマト汁チャーハン。というわけでこちら清水さん特製のトマトチャーハンになります。見事にごま油とトマトの匂いですね。毎日うちでチャーハンを作らないか味付けは塩コショウ醤油って非常にシンプルなんですけども、さらにここにですね、ごま油でじっくり炒めたことによるコクと風味と、さらにトマトが入っていることによるほんのりとした酸味があるんですよ、それがですね、ふんわりとしたご飯にうまいこと包み込んでですね、これはね、食欲駆り立てる非常に美味しい仕上がりとなっておりますね。ネギもね、ところどころかなり火が通ってカリカリのところがあるんですよ。あ、いいですね。そのね、食感もまた楽しいですね器用に食うな。うわー、いい感じにできましたね。料理の選手権の後でできるご飯って大体美味しいっていう。気抜いた後が一番うまいの作れますからね。というわけで、これはスタッフが美味しくいただきましたの動画でした。ありがとうございました。